さあそしてこれからハイライト振り返っていきましょうか、はいはい、勝利したのは金沢ポートです。まずはダブルスです。金沢ポートはチェンジンチ、吉田正樹、この3連戦同じペアリング。一方の木下マイスター東京は松島、そして吉村和弘、このペアでは3勝1敗です。ダブルスはどういった印象でした？そうですね、出足はですね、木下ペアが、1セット目を取ってこのままの勢いでいくかなと思ったんですけど、2セット目からは金沢ペアがですね、しかもサーブレシーブから先手を取って、はい、自分たち の, 展開、コース取りであったり、うまく相手をかわす展開、ミスさせるような展開につなげて勝利になったかなというふうに思います。今第2ゲームをご覧いただいています。第1ゲーム取ったのは木下マイスター東京でした。そして吉田がつなぎます。そうですね、渋いコース取りで、はい、相手を翻弄したと思います。そして時にはこういったフォアハンドドライブ、ストレートを打ち抜く。これでゲームカウントが1対1になって6オールからスタートをする。そして最後取ったのは金沢です。まずは第1マッチのダブルスは金沢、チェンジンチ吉田が取りました。そして第2マッチのシングルスです。金沢ポートは田中優太、そして木下マイスター東京は松島空と、これから日本を背負っていく若き2人の対決です。はい、いやーこれは本当に意地感じましたよね。そうですね、本当に死闘と言ってもいいぐらいのスーパーゲームだったんじゃないかなと思いますし、本当に最後セットルデュースというところまで行って、あとお互いがもうミスしないぞと、はい、でレシーブとサーブレシーブの駆け引きが本当にレベルが高くて、これぞ T リーグといった試合内容だったと思いますし、応援に来ている会場にいる方々も本当に感動した試合だったんじゃないかなと思います。さあそして第5ゲームご覧いただいていますが、ナインオールの場面、そこからのデュースです。お互いにマッチポイントがそれぞれ3回生まれたんですよね。そうですね、本当にこうドキドキが止まらないというか、はい、どっちが勝つんだろうっていうような、本当に最後の1本まで目が離せない試合になったんじゃないかなというふうに思いますね。ここは松島マッチポイントなんですが、ミスで田中がしのぎました。そしてまたラリーになります。台上から離されていく田中、そしてまた松島がマッチポイント。台上出てきた田中の渾身のフォアが、ここは最後アウト、17対15ですよ。いや素晴らしい試合でしたね、松島が取りました。さあそして昨日 T リーグでの初勝利を挙げました金沢ポートはカンドンス、そして木下マイスター東京は萩原圭司です。カットマン対フォア、普通に強打のこの萩原という構図の中で、カットマンらしからぬカンドンスの顔もありました。そうですね、萩原選手がどれだけカット打ちに対応できるのかなというふうには予測してたんですけども、はい、カンドンス選手も攻撃マンぐらい攻撃力がやっぱ高い選手なので、その中で、最初カンドンス選手が有利かなと思った中でも、萩原選手がしっかり自分の長所であるフォアハンドを生かして、競った場面も多くてですね、ただその中で感動選手に最後勝利が傾いたかなというふうに感じますね。第1ゲームだけ見ると感動数がそのまま行くのかなと思ったんですがね。そうですね、そこからうまく萩原選手も自分のプレーをしっかり調整してギリギリのところまで迫ったと思います。映像は第3ゲームをご覧いただいています。このカンドンスと萩原も最後のファイナルゲームまで進んでいくと、はい、いうことになります。そして10-8マッチポイント、カンドンス切ってくる、フォアで突っつく、今度はドライブの萩原、バックに返して狙っていった、最後はカンドンスです。いや本当にこのカンドンス対萩原も見応えが十分でした。すべてここまではフルゲームの3マッチです。そうですね、攻守の切り替えがすごく激しくて面白かった試合だったと思いますね。第4マッチシングルス、金沢ポート吉田正樹、そして木下マイスター東京横谷城です。横谷が勝てばビクトリーマッチ、そして吉田勝てば金沢勝利が決まるという重要なシングルです。そうですね、横谷選手はパワー
と、はい、吉田選手とこのベテランのいぶし銀の卓球がどういうふうに絡み合うかなと思ったんですけど、はい、まあやはりその雰囲気というか試合の流れを常に吉田選手が作ってですね、横谷選手がペースをつかめなかったという試合になったかなという展開になりましたね、はい、吉田 2-0 でリード、そしてここも今 7-3 とリードしている場面をご覧いただいています。まあ、ここまで全てファイナルゲームまで持ち込んだ中でこの第4マッチのシングルスに関しては吉田が最後の流れ、この第3ゲームに関しては差を持って優勢に進めたということになります。そうですね、素晴らしい試合でした。まあ、第1第2はどちらに転んでもおかしくなかったんですが、そのままの勢い吉田が取りました。これで金沢ポートがこのホーム3連戦のうち2連勝で締めくくったということになります。はい、さあそして